フォードブデッドセダン1950年シムカブデッド、セダン1956年シムカブデッドシャンボール1958年、シムカ、アリアーヌブデッドは、フランスフォード及びその吸収合併先のシムカが1948年から1961年まで生産した大型乗用車である。1948年のパリサロンに登場。フェンダーを車体に一体化 このモデルの源流は1943年に死去したフォード社社長エドセル・フォードの生前からの移行で彼の副心のデザイナーボブ・グレゴリーが第二次世界大戦中から着手アメリカ本国の1949年式フォード用に大小2種が計画されていた案に遡れる。だが1946年に レイモンドローウィ事務所のデザインによる前衛的なスチュードベーカー1947年モデルが発表されるとエドセルの息子でフォード社の新社長ヘンリー・フォード2世はグレゴリーの1949年型用デザインをアメリカ本国で両販対衆車のフォードに使うにはインパクトが足りないと判断、別デザインの投入を指示した。これに伴い余剰となった。 グレゴリーアンのうち、大型モデルアンが、アメリカ本国の中級車である九百四十九年型、マーキュリーとして市販され、小型モデルアンが、フォードフランスの戦後型として、ブデットとなった。したがって、ブデットとマーキュリーとの告示は、必然的なものであった。一方エンジンは、戦前から、フランスフォード車に搭載されていた、サイドバルブ V 型八気筒二千百五十八 c c の、 いわゆるフラットヘッドエンジンが搭載された。ボディスタイルは4ドアファストバックセダン、4ドアセダンのルーフと後窓部分をオープンにできるサンライナー、2ドアのクーペとカブリオレが用意された。1950年と1952年にはマイナーチェンジを受け、1952年の変更ではファストバックスタイルを取りやめて順、ノッチバック型の形態に変更。 フロントガラスが一枚ものとなり、アメリカ本国のフルサイズフォードに被験する、サイドバルブ V8.3、923CC エンジンを持つ上級モデル、バドムと5ドアワゴンのアブが追加された。改良は重ねられたものの、フッツ、フォードの主力工場であった、ポワジー工場は、繊細で大きな被害を受けていたため復興が遅れ、ブゲッドの各部分は、 多くの下請け工場で生産されたことから、その品質はなかなか安定しなかった。また、大規模なストライキも頻発し、売れ行きも期待を下回るものであった。このため、フォード本社はついにそのフランス拠点を売却することになった。同時期に、小型車のシムカーロンドで成功し、生産拠点の拡充を急いでいたシムカの創業者、アンリ・ピゴッツィがこれに応じた。シムカは、 開発が進んでいた、ブデットの新型車の製造権も獲得し、ブデットは引き続き生産された。ドイツ、オランダ、スウェーデンなど一部の輸出先では、その後も1956年頃まで、フォードブランドのまま販売された。後期モデルは1954年の映画、現金に手を出すなに、ジャンギャバン扮する、主人公のローギャングの愛車として登場した。当時のフランスでは、 比較的高価なクラスのブデッドを入手できることで、主人公の金回りの良さが示唆されている。劇中、強奪された金塊に関わる深夜の駐車場での名シークエンスでは、ギャーバンがトランクリットを開くくだりも見られる。1954年6月に、フォードフランスを買収したシムカは、直ちにブデッドを開発が進んでいた新型にモデルチェンジし、シムカのブランドで発売した。 新型車はよりオーソドックスな4ドアノッチバックのセダンで同時期のアメリカ製ホード車によく似た典型的なアメリカ資本メーカーの欧州生産車のスタイルとなった。エンジンは依然としてフラットヘッドサイドバルブ式 V 型8気筒が用いられ排気量 2351cc でにバレルキャブレターを装着し最高出力は80馬力であった。画期的であったのは 前輪サスペンションで、ゼネラルモーターズからフォードに転じた技術者 R、マクファーソンが発明し、今日でも広く用いられている、マクファーソン式ストラット独立サスペンションが、初めて採用された。このコンパクトなサスペンションシステムは、イギリス、西ドイツにおける、欧州フォード社に次ぐ採用であり、当時では進んだ設計と言える。アロンドでの成功を受けて、 シムカハブデッドでもグレード別に様々なサブネームを付けて販売した。ベーシックモデルはシムカトリアノン、その上はベルサイユ、最上級モデルはレジェンスと呼ばれた。スライディング式のガラスサンルーフがビステッドムの名でオプション設定されていたことが当時としては斬新であった。シムカとなってから販売も徐々に増加し、 フォード時代の日産150台は250台ペースにまで増加した。1950年代の日本にもブデットはシムカの輸入代理店の国際工業によって輸入され、ハイヤーや車用車などにも用いられていた。シムカはアメリカ式にブデットのニューモデルへの小変更を毎年行った。1956年には5ドアワゴンのマーリーが追加され、 セダンもナンバープレート取り付け方法変更、珍しいペダル式のウィンドウォッシャーの追加、トリップメーターや上級モデルへの座席のセンターアームレストの追加などが行われた反面、トリアノンはバンパーガードや窓枠のモールが廃止されて簡素化された。1957年には自動クラッチのオプション設定やステアリングブレーキの改良がされ、外観もバッチ類などが変更された。 1957年4月からは、ブデットの車体に、アロンド用の 1300cc4 気筒エンジンを搭載した廉価版、アリアーヌが発売されていたが、10月には V8、エンジンを搭載した、アリアーヌ8が追加され、トリアノンと交代した。1958年には、ボディデザインが一新され、アメリカ車の流行を追って、大きなテールフィンが採用され、フランス車としては、 例外的に一層アメリカ車的な雰囲気を強めた。エンジンは84馬力に強化されたが、依然旧式なサイドバルブ式であった。ただし、アリアーヌとアリアーヌ8は、シンボディには移行せず、そのまま1963年2 3 0 0 1500が登場するまで生産された。シンボディとなって、グレード別のサブネームは新しくなり、ベルサイユは、ビューロー、レジェンスは、 シャンボールとなった。ワゴンは引き続きマーリーと呼ばれた。1959年にはラッシュマティックと呼ばれる自動変速機が選択可能となった。このオートマチックは自動変速するラッシュモードと手動変速のロードモードが切り替え可能という当時としてはユニークなものであった。また最上級モデルとしてプレジデンスが追加された。これは コーチビルダーのアンリー・シャプロンが製作するスペシャルモデルでヨーロッパ発の自動車電話やコンチネンタルマウントのスペアタイヤを備えていた。その後も商変更を受けつつ、1960年秋にビューローは中止されたが、その他の車種は1961年夏まで生産された。また、シムカのブラジル法人でも1969年まで生産されていた。 シムカとなってからの毎年の生産台数は、下記の通りである。合計で173,288台となるが、ブラジル法人ではその後も生産続行され、シムカが、クライスラ参加に入ると、シムカエスプラナーだと解明して1969年まで、作られた。アリアーヌは1963年までに166,363台が、生産された。 ありがとうございます。